はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウです。ブロックスフルーツやっていきます。今回ですね、皆さん大体この王国全部回りましたよね。ということで皆さん、今回早速ほら新しくね、この悪魔の実手に入れたわけじゃないですか。敵を倒していきましょう、クエスト受けていきましょう、レベル上げていきましょう。もちろんね、ネタも大事なんですけど、ちゃんとブロフルしていかないと次の島とかに行けません。クエスト受けれません。なので、今から早速レベルを上げていった後、後半部分にね、またなんか動画班からいろいろ発表があるみたいなので、それを見ていこうかなと思います。じゃあとりあえず何もない子行こうぜ。最初はどこですか？ここらしい、ここ一番最初第1話で見たやつですね。レイダー傭兵ダイヤモンド、多分最初レイダーですね。じゃあレイダーやっていきましょう。いやー、これだから最初物理攻撃で、うわ減らな、マジで。やっぱ悪魔の実を強化しまくってるから、こんな感じで地道にやってかんと無理っぽいね。これ1個前の島でやった方がええんじゃん。これファーストシーでさ、悪魔の実のレベル上げた方がいい説あるよね。これね、敵もそこそこ強いな。ほらー、オッケー、倒した。おめっちゃ上がった、めっちゃ上がった。はい、1体倒すだけで上がります。燃える爆発、2つ目燃えましたね。ちょっと2つ目もやっていこっか。ほらー、強いねー。メラメラ楽、空飛べるのめっちゃいい。ゴムゴム飛べんかったからさ、移動がめんどくさかったのね。さらに皆さん、あれですよ、セカンドシー広いから、こういうなんかやっぱ空飛べる悪魔の実相当役に立つ気がするわ。爆発させます。はー、あーやばい、ごめん、なんかまとめて倒しちゃったかもしれん。パワハラされました、してねえよ。ああ、シラスか、シラス来たのか。あとユー、ユー来て、こっち。皆さん紹介します。セカンドシー編から見た視聴者わかんないけど、こちらがホットドッグ紹介でおなじみシラスさんです。海軍行って、天才軍行って、ホットドッグ紹介と寝返りましたんで、まあホットドッグ紹介頑張ってる。今テスト勉強で来れてないみたいですね。シラス君よろしくお願いします。なんか視聴者に一言ありますか、挨拶。つまり浮気者のゴミ。そうだよね、コロコロ変わるもんね。ネタ潰しは許さんって。そしてユウさん、一応天才軍、どうもラドンとユウの2人で天才軍やってるんですけど、浮気者には、うん、制裁を加えました。ありがとうございます、さすがです。ユウさんよろしくお願いいたします。なんか天才軍結構ピンチで、あとあれですよ、ユウさんには言ってなかったんですけど、30日後に解散する天才軍っていう形で、30日後にもうなくなるんですけど、えって、俺とラドンが勝手に決めたんだけど、30日後に解散するから、まあラドンはまあおのおのあるかもしれんけど、ユウお前一人ぼっちになっちゃうよ。天才軍解散まであと24日、そんなんでまだ経ってねえだろうが。まだ次の場所見つけないと、ユウお前一人ぼっちだよ。ごめん言ってなかったからあれだけど、俺のとこに来いっつってるぞ。ホットドッグ紹介を受け入れてくれるみたいですね。企業はもう少し経験を積んでから。そうなんや。じゃあだから2人話し合えよ、ラドン。お前らいつも話し合えって言って話し合ってるの見たことないから、あなた方いいですか。天才軍たくさんネタしてください、いいですか。時間はありますか。あ、もちろんありますよ。なんですか。セカンドシーンに行く前の話。ほう、ルールを設けたじゃないですか。700レベルまで上げてセカンドシーンに行って、悪魔の実の交換とかはしていいよとか。なんだけど、セカンドシーンのアイテムを手に入れたりとか、セカンドシーンのクエストを受けて先に進めたりはやらないでねってのは言ったよね。それをぶち破って、うん、アイテムを乱獲している不届き者がいる。なるほど、ルール違反をしてるやつがいると。セカンドシーを進めて武器を買ったりとかしてるってことだね。逮捕状が出てる。一応ユウとクロハで大阪府警ってやってたから、じゃああいつは今日の撮影を隠してやってたんだ。今日これもう3本目ぐらいなんだけど、あー、じゃあずっと隠して参加してるんだ。俺に内緒でそんなことやってるんだ。あ、それ許されないね、それね。あたかも自分は何もしてませんみたいな感じで撮影に参加してたんだ。で、今回はクロワさんがいないので僕が暴露します。はい、わかりました。ほう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 、ん、テンパラちゃん、テンパラちゃん、なんだお前って、あ、逮捕なって。あ、でもほらメロメロ、あ、ユウの、あ、リトルにやられた時と同じだ。あ、またこれユウ、うふふって。これどっちだろうね、惚れたんかな、惚れてないんかな、どっちなんかな。俺には抗体がついてる。天ぷらちゃんダメだ。なんだとって、もう聞かない。でも今は一人じゃない。そうだね、なーって一応やってみて。さあどうだろう、これ一応ほら2人分のメロメロかかったけど、どうだろうね。みんな素直に惚れていいんだよ。そうだよ、
なおくんに惚れてもいいんだよ視聴者さん。なおくんってほら、あでもあの天ぷらちゃんじゃないんだね。うん、天ぷらちゃんじゃないらしい。天ぷらちゃん、あ、殴られたよ、殴られたよ。今から現場に向かいます。そうですね、ゆうさん行きましょう。連れてってください。こっち、ここです。ここ、はい、What's up? これなんか証人じゃないのこれ。これなんか見た目 NPC だけど英語喋ってるし。そう見えるじゃないですか。うん。違うの？ここで入手できない武器を持ってる？ What? お前か？お前やった。ドアで旅しちゃった。そうや。ポテイトってさ、ドアドア使えるからさ、好き勝手旅できるわけやん。I can't understand. 理解できない？ポテイトさん、その剣出してもらえる？これは？これなんなのこれ、ちなみに。この剣はどこで手に入るの？ユウ、ちなみに例えばだけどこれ、1500レベル、はあ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 、まあ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 、なるほどね。うーん、まあ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 、なるほどね。どないしましょうかね。もう結構これ重罪ちゃう、これかなりの重罪。他にはポテイトくんありますか？他には工場やったやん。うん、レイドね。それでドロップするやつ、あ、これはまん、いつドロップしたの？マジで今日出た。まあ裁判所からどういう処分にするのか。そう、裁判するしかないべこれ。とりあえずその、うん、剣に振ってる統計10にしましょうか。マジまあまあ、でもね、ポテトさん、まあかなり、まあ、重くないですか？だってあれだよ、今1069件。まあそこはさ、全体で決めたわけよ。セカンド C はとりあえず、まあ、みんなで用意スタートしたいよねって。みんなで足並み揃えてやりたいのに、なんか一人だけなんかセカンド C の剣とかね、1500レベルの剣持ってるんだったらね、まあそりゃあまあ世間は許してくれないですよね。リセットコードをくれないか？だってやるから。お、甘えるな課金だっていいだろう。もういいだろうよ。買った、了解です。お、ほんまや。あ、まあね、おてさん、だからその剣はもう生蔵で、その剣で切ってみて、僕を。全然効きません。まあまあ結構、まあ結構食らうかもしれへんけど大丈夫です。マジルール違反はね、ちょっと許されないですからね。まあポテトさん、しっかりと罪を償ってください。ポテト以外にいない？ポテト以外にちょっとセカンド C 先にやっちゃってる、多分おる。俺多分これいるよね、多分ね。なんかポテトがやってる以上さ、他の人間もこっそりやればいいんじゃねえかみたいな。はい、ということでちょっと今緊急の話し合いを始めます。皆さん、僕は言いました。まあまあ天ぷらちゃんはその時いなかったから、まあ絶対あれやけど、あのね、セカンド C を、まあ、勝手に、はい、進めているおバカさんがいるんじゃないかという話が今出ております。まずそこをあぶり出していきましょう。で、まあポテイトさんはまあ、罪を償いましたよね。誰だーって。まず正直に名乗り出てくるんだったら、まあ、ちょっと罪はまあ軽くしましょう。まず正直に。はい。はい。はいって。ちょっと待って、ちょっと待って。ん？ゆうくん？ゆうくん？お前、大阪府警って言ってるくせに、なんでお前やってんだよ。お前、人のこと言えねえじゃねえか、お前。裁判所から来てんだよ。おめえも来てるってことやな、じゃあ。自分で自分から来てるんや。なるほどね。ポテトは、まあ、要は1500レベルとか、まあ、結構、こうも先まで行ったわけやん。だからみんなはどのレベルまでやったの？レベルの統計を欲に負け振り切ってしまいました。1000レベル分を、あー、そういうことか。700レベルまでっていうのを1000レベルまで上げて1000レベル？なんで1000なんだよって。上げすぎやろ。モチベージのためには仕方なかった。サンゴーくんとユウはどこまでやったの？マスタリー上げの過程でアイテム3個くらいドロップしました。なるほどね。セカンド C でレベル上げをして、それがドロップしちゃってると。あ、なるほど。それでバレちゃうんや。それで周りにバレちゃったんやね。で、サンゴくんをマスタリーのレベル上げの時に、この島のボスがドロップした剣を入手しました。なるほど。レベル上げで、まあ強そうだね。700レベルまで上げたら、まあ特に何もしなくていいよって言ってたけど、やっちゃってるんだ。レベル上げのためにやってたら、偶然アイテムがドロップしちゃったと。ああいう感じやから、まあ悪意があるわけじゃないんちゃう。で、ラドンは700でいいっつってんのに1000レベルまで上げてるんよ。なんで？モチベなくなったらやめたくなるじゃん。ほんわかやることなくなった。あー、なるほど。そうか、わかった。リリーさん、ユウ、何？ここでもう一人。え、まだいるの？天月さん、前へどうぞ。天月やってそう、こいつ。ワンタンさんは？ワンタン？
バンバン出てくる。おい、これほぼ半分以上やってるんじゃねえのか、やるなっていうこと。アイテム見せてもらえば分かるんちゃう、確かに。だから今所持してるアイテム見せてよ。これで、だからセカンド C のアイテム持ったらおかしいわけよね。これどうなんですか、これ。サーベル、ジット、庭先の剣。ジットが、ジット1250。ふざけんじゃねえよ、お前、おこら。バカだろ、お前。何してんだ、お前、おい。なんで先言ってんだよ。仕方ねえよ、く仕方なくねえだろおめえ。けじめつけてやるよ。お、今の俺の身はなんだ。うおうおの身でしょ。え、いいのそれ。ホットドッグ紹介的に大丈夫なの。奥のさらにその奥まで染まってしまうのか君は。あーあーあー、もうなっちゃった。まあまあいいでしょう。じゃあまあ許してあげましょう。まあレベルはなんか760ぐらいやったからね、まあ問題ないでしょうと。なんかナマズくんもなんかセカンド C 先に進めてるんじゃないか疑惑が出てるんだけど、大丈夫。なんかラドンから密告が、ラドンもバレてるからラドンから密告入ったんですけど、はい。まあ潔いなお前な、まあ、潔いじゃん。ラドンさんの本若にキャリーしてもらい、ゴロゴロ覚醒しました。なんで覚醒までやってんだよお前。人を言い訳の材料に使うなって。二人で出かけた時ニコニコしながら言ってた。でもあのゆうくん、あなたもやってるからね。 あなたも人のこと言えないんだよ。やってんなこいつらマジで全員よ。もうだって5、6人ぐらい出てきたよマジで。やるなよっつってんのに。え、2400でもボス強いの。セカンド C のラスボスちょっと見に行かない。それで今日の動画終わろっか。3問目。うん、忘れ去られた島だって。またこれ多分相当後になる。だ、半年後ぐらいになるんちゃう。ここたどり着けるのどのぐらい後になるんやろうね。めちゃめちゃ時間かかりそうなんだけど。いや、これ広くない、この島も島で。え、こいつファースト C はフランキーだったじゃん。天月ちなみに戦ってみて、めっちゃ強そうちゃう。あ、名前は、こいつの名前、タイドキーパー。これはやばいわ。なるほど、これ2400でもこれ倒すの結構きついってことやな。防御力が結構あったもんな。天月の攻撃全く入ってなかったぞ。はい、ということなんで、まあまあ皆さんルールはね、しっかり守った上で撮影に参加しましょうという形ですね。はい、あと覚醒させないようにね、まあ、これから覚醒するもいいんですけど。はい、という感じなんで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さんお疲れ様でした。